こんにちは。これから日本電子社製の質量分析計 JMS700-600 シリーズの真空計に用いられているロータリーポンプのメンテナンスについて紹介します。皆様ご存知のように質量分析計は高真空下で質量を分析する装置です。この高真空はロータリーポンプとターボ分子ポンプの組み合わせで維持されています。ロータリーポンプは大気からターボ分子ポンプが作動する高真空領域までの間をカバーする役目を担っています。ロータリーポンプが不調ですとターボ分子ポンプの負荷を与えるだけでなく真空系全体の故障につながりますので、この作業は重要です。ロータリーポンプのメンテナンスはまずオイル交換です。少なくとも年1回行います。その時にオイルシールの漏れや駆動ベルトの状態を確認します。異常があれば合わせて交換作業をします。今回はオイル交換、オイルシール交換、駆動ベルト交換の一連の作業を紹介します。この機種は特殊な専用工具を使用することなく汎用工具を使用することで簡単に作業することができますので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。では、続いて、作業で使用する工具類を紹介します。こちら、オイルシールセットと駆動ベルトになります。どちらも日本電子で購入することができます。オイルシールセットの中身ですが、こちらが駆動用ベルトになります。プラスチック製で非常に丈夫になっております。こちらがオイルシール、インジケーター、次に指示用ボルトです。こちらです。こちらは六角穴付きボルトになります。取り外し用ボルト、吸着面になります。次に、使用する工具類のご紹介をします。スパナセット、そして、六角レンチセット、こういったセットがあります。そして交換用オイルは MR200 を使用します。キムタオルといった、こういった、ペーパータオル類を使用します。で、オイル吸着剤ですね、ハイオイル処理ができれば不要ですが、もしハイオイル処理ができない場合はご使用ください。そしてオイル受けバット、このセットをご利用いただいた方が便利かと思います。そして、作業用手袋、軍手等を使用することも可能ですが、こういったゴム手袋でも構わないと思います。そして作業するときに便利な新聞紙とかゴミ袋もあればご準備ください。余談ですが、このロータリーポンプは日本電子社製の他の真空系装置にも使用されていますので、ご参考になさっていただいたらいいと思います。では次は作業に移ります。